セブンサミット登ったのに、ただこういう荷物を運ぶだけがめちゃめちゃ疲れる。ただ体力ないだけか。もしかして自分がセブンサミット辛かったっていうのはただ体力がなかっただけかもしれないです。なかなかすごい、めちゃめちゃ贅沢。贅沢、すごいじゃんこれ。なんて広いお風呂でしょう。ここは、あの熱いの2つで、すごい贅沢だな。贅沢だ、すごいじゃん。弁蔵さんから弁蔵さんですか。あ、すごい広い敷地、すごい贅沢な作り。初めて貼りました。こんな感じなのかな、よくわかんない。こういうのは本当は突っ張んだろうな。ま、風もないし雨もないし、いいやろう。あとボールです。うん、いや、こっちからなるからやめて。あ、着いた着いた。